お前の親友はここだぞ。どこっすか。そういえばショコラたちはどの辺まで行ったのかな。いやあ、また会ったね。何か用ですか。うわ、冷たい対応。おい、この辺一帯はなさそうだから。あれ、クロエ？お前さっき向こうの方を探してなかったっけ？先輩、お疲れっす。クロエじゃないのか。早川先輩、この人は和也くんじゃありません。ゼロを吸収した和也くんの分身です。確かに似てるけど別人だな。こいつのせいでクロエは現実世界に帰れないってわけか。そうみたいです。お前は。はじめまして、俺なんてね、気持ち悪いやつだな。それって天に唾を吐くようなもんじゃねえの。俺はお前の分身なんだぜ。知らねえよ。まあいいや、今日は紹介したい人がいるからここまで来たんだ。紹介したい人。はじめまして、俺の彼女。こうちゃんじゃないよね。どう思う。どう思うって。確かに湯原先輩には似てるけど。こいつじゃない。お前はこいつじゃない。ひどいな大輔。俺たちも親友だろ。見くびるなよ。俺はお前なんかと親友になったことはないぜ。もう一人のこうちゃんってこと。ピンポーン、正解。やっぱり俺の彼女は察しがいいね。さすがだ。なんだかわからねえけど、こういちも二人に増えたってことか。なら、お前は湯原先輩の行方も知っているのか。知ってるけど、今のあいつには会っても無駄だぞ。無駄かどうかは俺たちが決めることだ。とにかく光一のいる場所へ連れて行け。そうは言っても俺にとってはあれが本体だ。そう簡単には渡せないよ。
人質ってことか。汚い真似しやがって。人質なんて聞こえが悪いな。今本体は完全に使えない状態になっているんだよ。君たちにもどうにもできない。どういうことですか？どういうことって、その理由は君が一番理解しているんじゃないの？俺の唯一の光だからね、君。何を言ってるんだ？あれ？でも先輩は知っているんじゃないの？湯原先輩の本当の姿。何を言ってるんだ、俺は別に。あんなことをしてたらバランスも崩れるよね。俺びっくりしちゃったな。うっせえ、余計なことを言うな。湯原先輩って何かあったの？わからない。ねえ、それより君たち、もう少し周りに気を配った方がいいんじゃない？たちをどうするつもりだよ。どうもしないよ。クロエ和也の本体素直に渡してくれればね。俺を？だってさ、和也、お前だって俺と一緒にならないと困るだろ。俺たちが別れたままだと元の世界には一生戻れないんだぜ。うるせえ！大事な後輩を渡せるわけがないだろ。ナイスケに理屈が通じないのは分かっている。力ずくで奪うしかないんだな。どう思う？そんなことできるわけないでしょ。まあそりゃそうだろうね。でも諦めるわけにはいかないんだ。君は後ろに下がっていて。こんなにたくさんのゼロ、二人だけじゃ無理だよ。それに向こうの狙いは和也くんなんだよ。俺のことはどうでもいいの？あいつは高一じゃないんだぞ。何を惑わされてるんだ。早川先輩、ターゲット捕獲完了っと。湯原先輩、あいつを引きつけてくれてサンキュー。
とりあえず戻るか。カズヤ君は離して。いやだよ。ショコラ、ったくいつの間にこんなに増えたんだよ。まず向こうへ行こう。はい。フルムーン、さすがに2人も増えたら手が回るぞ。そうだね。とりあえずカズヤは手に入ったし、逃げた方が良さそうだ。するな。だってショコラ、今から追っても逆にゼロにやられてしまうだけです。そんなこと言ったってこのままじゃクロエまで。すぐにカズヤさんを融合することはありません。それにはまだ時間が必要です。どっちにしろ一度体勢を整えないと、こんなに大量のゼロとは戦えないだろう。確かに、そうだ。アフロディーテ様は私たちが元に戻る方法を知っているんですか？ううん、わかんない。そうですか。あのカズヤってこと、コウイチって子？あの二人がゼロを吸収しきらない限り元に戻れないからな。そんな、逆に言うと他にゼロを吸収できる人間がいれば助かるといえば助かるんだけど。どういうことだよ。ゼロを吸収できるのはあの子たちに限らないってこと。まあ簡単に言うと、生贄は交換できるってことかな。つまんねえことを考えるんじゃねえぞ。クロエとコウイチが無事ならそれでいいってことじゃない。みんなが無事に元の世界へ戻れなければ意味がない。早川先輩、それに別の誰かが犠牲になることをクロエやコウイチが望むわけないだろう。
ですね。だとすれば、とにかく二人の吸収が終わる前に早く見つけ出して。多分まだ大丈夫だ。まだ？あれはまだ完全体に勝てないだろうからね。あと、もう少しだろうけど。まだとか、もう少しとか、よくわかんねえな。時間制限があるってことか？あるね。もう少し完全体が弱まれば、あの子たちは一つになる。いや、弱まらない。それってつまり、早く助けるに越したことはないってことだよな。二人の居場所が分かればな。アフロディーテ様、二人がどこにいるか分かりませんか？それも僕には分かんない。探し回るしかないんじゃない？あんた偉い人じゃねえのかよ。何にも知らねえんだな。大輔さん、ちょっと言葉を選んで。偉いとか関係ないよ。わからないものはわからない。ただ和也って子は知らないけど、あの光一って子は自分の意思であいつらのところにいるみたいだね。こうちゃんが アフロディーテ様。今日はもうお休みになった方がいいです。無理をしないでください。そうだね。じゃあゆっくりしていってね。今夜はここに泊まっていっていいか。探すにしても明日からにした方がいい。アフロディーテ様、具合が悪いの？ゼロのせいでな。ゼロ？ゼロはアフロディーテ様が大好物なんだ。あいつらはアフロディーテ様の匂いを嗅ぎつけては噛み殺そうとする。ここにいて大丈夫なの？結界が張ってあるから、ここにいる限りは大丈夫だ。ただ一歩でも外に出ればゼロは匂いを嗅ぎつけて襲ってくる。誰かが吸収するのを待つくらいじゃ。どっちにしても誰かが不幸になるってことだな。俺はアフロディーテ様の味方だから。眠れないのか？早川先輩もですか？ああ、
高一のことなんだけど。はい。アフロって人の言うことが本当だとして、高一はどうしてあんな奴らと一緒にいるんだろうな。何か心当たりがあるのか？え？あ、そんな風に見えたか。違う？俺には言えない？言えないとかじゃないんです。私もはっきりとは分からないから。ただただ私が傷つけちゃったことに間違いはないと思います。あ、そんなことは。そんなことあるんです。私はゴーちゃんを傷つけてばかりで、自分が情けないです。何かに苦しんでいたことは間違いない。それはお前のことだけではないと思う。だからそんなに自分を責めることはない。こうちゃんが苦しんでいた。それ以上は言えないけど、俺にはそう見えた。そうですか。とりあえず、高一と会って話をしないと始まらないな。そうですね。今日はもう寝よう。ほら、寝るまでそばにいてやるから。ありがとうございます。お待たせしました。いや、大丈夫。俺が早く起きただけだから。でも目が赤いですよ。もしかしてまた眠れなかったんですか？勘がいいな、お前。ありますよ。先に眠ってしまってごめんなさい。何か心配事ですか？心配事って言えば心配事だけど、なんつうか俺自身の問題だからな。よくわかりません。わからなくていいんだよ。行くぞ。Thank you.
よし、さっさとあいつらを見つけるぞ。二人になっちゃったけど、頑張ろうな。疲れた？大丈夫です。無理するなよ。少し休むか。はい。この辺りは空気が悪いからな。先輩って彼女いないんですか？あ、あ？ごめんなさい。変な意味じゃないんです。今も私の体調をさりげなく気遣ってくれるし、女の子のことを分かっている風だから。そうか？自分では意識してないんだけどな。むしろいつも女心が分かってないとか言って振られるぜ。そうなんですか？俺、女の子の考えとかよく分かんねえからな。男友達との約束を優先してすぐ振られる。だって普通、先に約束した方を優先させるだろう？そうですね。早川先輩は、男友達を大切にしているんですね。ああ。だから光一との友情も大切にしてきたつもりだったんだけどな。早川先輩？コウちゃんのことで何か気になることがあるんですか？え？ああ、いや、別にないよ。昨日からコウちゃんの話になるとちょっと変ですよ。そんなことねえよ。ほら、元気になったのならそろそろ行こうぜ。日が暮れちまうぞ。そうですね。一日探し回ったくらいじゃ見つかねえか。あれ、先輩、ここプールのある場所ですね。本当だ。いつの間にかこんなところにまで来ちゃったんだな。よし、今夜はここに泊まるか。そうですね。屋根もあるし、シャワーも浴びれますし。うん、どうして笑うんですか？悪い。こんな非常事態でも女の子は女の子なんだなって思って。すみません。呆れたわけじゃねえよ。可愛いなって思っただけ。ほら、そうと決めたらさっさと行こうぜ。あ、はい。
ここと向こうで別々に寝よう。タオルをブランケットの代わりにして寝れば寒くないだろう。ありがとうございます。気を使ってもらってすみません。当たり前だろ、俺の親友の大切な彼女だしな。お、どうした？いえ、なんでもないです。あと、お、シャワー浴びてきてもいいですか？ああ、そうか。そうだよな。すみません。いいからいいから、早く入ってこい。覗かねえから。あ、当たり前です。もういいのか？はい、ありがとうございました。先輩も入りますか？あ、いや、お前を一人にするわけには。今日は外も静かですし、ゼロも襲ってきそうにありません。大丈夫ですよ。あ、そっか。悪いな。出たぞ。大丈夫か？大丈夫です。ならいいんだけど、おとなしいから何かあったのかと思った。一人でいたらおとなしくなるものですよ。そうか？俺はお前を待つ間、歌を歌ってたぜ。そうなんですか？冗談。ゼロが襲ってきたりしてないか心配になっただけ。着替えてくるよ。体が温まってるから服を着るのめんどくせえな。風邪をひくからちゃんと着てください。はいはい。眠れないのか？ごめんなさい、起こしちゃいましたか？寝るまでそばにいてやるよ。え？怖いんだろう。さっきもそんな顔をしていたし。すみません。私、先輩に甘えっぱなしですね。別にこのくらいのこと、どうってことねえよ。俺は眠くなったら勝手に寝るし。
気にしなくていいから。すみません。お前さ、そう何度も謝ったりするのやめた方がいいぞ。え、あ、はい、ごめんなさい。ほら、また。え、何しょんぼりしてるんだ。怒ってるわけじゃないんだぞ。分かってます。私は謝るようなことばかりしてるから、それしか言えないんだなって思って。謝るようなことって、例えば何？俺は思い当たらないけど。こうちゃんのこと、とか。こういちのこと。私がここに残るって言ったから、こうちゃんはあんな風になってしまった。お前はそれが正しいと思ったんだろ。こうちゃんは私を止めたんです。こういちは関係ないだろ。俺はお前の意見を聞いているんだ。お前はそれが正しいと思った。それなら謝るな。はい。早川先輩。こいつはお前という存在に随分助けられてた。それは事実だ。ただあいつはお前が大事すぎて、依存しすぎて、あんな風になったんだと思う。それはあいつ自身の問題で、お前のせいじゃない。あ、悪い。もう寝よう。おやすみ。ん？なんだ、あれは。